両親が2人とも絵を描くもので、あと母親がギャラリーを経営していたので、もう物心ついた時にはアートが身近にあって、公共建築物みたいなものに興味を持つんですね。自分の作るものがどういった形で社会の役に立っていくんだろうっていうことを考えるようになって、環境保護だったり動物保護だったり、そっちの方面にとても興味が湧くんですね。そんな中で虎と象を保護している NPO、 そこの方とお会いするタイミングがあってですね、象を守っていくっていうと思ってもらうためにはどうしたらいいかっていう相談を受けるんですね。でその時に絵本っていうのはどうですかっていう、それが一番初めに作った絵本になります。毎日ご飯を食べて、鳥さん豚さん牛さんは3日前までは生きていて草をはんでたかもしれないっていう想像をよくして、その肉を食べた私は、私の中にその牛が宿って、そういうものをテーマにこのストーリーができました。扉を開けてエントランスがあって、でその世界に入っていって空間を感じて時間を感じて、また自分の世界に帰っていくっていうような、そういうところが建築と似ているな。この重ね具合が少しずつ他のものと違ったりするのもまた魅力だし、黄色がものすごく発色がいいなと思っていて、リソグラフを使うこと前提に絵を描いたっていうのが、これが展覧会の時のパンフレットなんですけども、評価の中で物語を説明してらっしゃるんですけど、ちゃんと理解してくださってると思って、絵っていうのは結構孤独な作業だったりするんですけれども、絵本とか絵もそうなんですけども、世界を共有することだと思っているので、その絵を見ていろんなことを感じていただいたりするのは喜びですね。自分の作品作りと内に向かうことが外に向かうことにつながるような本を出せればいいなと思っていますね。